はい、強キャラ続きなんだけど、まあせっかくね響きやってるってことでね、まあ今しかね擦るとしたらないからタイミングがな、まあやっとくけどね、正直やりたくない。なぜならこいつはただのクソキャラだから。なんかあの残機とかはさ、まあ、今やね禁止になっちゃった残機とかはあれ絵面が面白いじゃん。まあまあまあ、こいつ絵面も面白くないし、マジでただのクソマチキャラだもん。動画にするポテンシャルがないっていうね。使いこなせばねすげえ強いけど、だからっていうことよね。だって基本攻める得何にもないから、まあその割にねタッチしたら A パールからバースト入ってもらえるんだけど、もう基本的にねガンマチだよね。ガンマチで相手のミスを拾う、それが一番強い。そういうスタイルになるよな。そうミスをするように揺さぶりをかけながら相手のミスを拾ってく。いやーこいつはなー、いてー、そしてこの走行もエーパー持ちです。本当になただのクソだよ。響きがクソってわけじゃないよ、言うまでもないけどね。まあまあまあそれはそうよ。そうちょっと子供人気の少ないだけの両作品ですから。パンチ偉い、投げだったら勝ってた。パンチ偉い、投げだったら勝ってた。言いたい、投げだから勝ってた。投げだから勝ってた。投げだから勝ってた。おい大丈夫か。うわどうするどうする。あーぶれ。攻めないぞ。なんで攻めないかわかるか。もうリテイクしたくねえからだ俺この動画は。さっさと終わらしたい。おお一本伸びちまったぞ。よーしよしじゃねえよ。どうせどうせ勝敗見えてんのにさ。いやーいて、ふぅはなんから相手と相性悪いもん響きに。パンチのねあの前出す前のね予備動作の鏡がね非常に響きにとって都合がいいからね。かもなんですわ。もう最近気づいてきたことだけどね、強キャラに強キャラをぶつけるんじゃなくてね、やっぱね先生みたいにね自分の使い慣れてるねキャラクター使うのがね一番ね戦いやすいってのに気づいた。そりゃそうでしょ。マルティメットなんてクソむずいんだからさあんなの。やーエーパ主体のねスタイルもあればウルトラアーマー主体のスタイルも取れるし、でアーツ主体でもいけるしね。そういうできることが多いキャラはもちろん強いけど、その分ね難しいからね。さあ全然すっかな届かない。まあ響き使いに一つアドバイスするとすると、相手にゲージ持たしちゃえばいい。響き相手にね、相手ができることって基本ねこっちの離れてる間にゲージ貯めることとかだけど、相手4ゲージ貯まったらもうやることないから、もうね、ゲージは持たしちゃえばいいんだよ。あえてね。そうでこういうキャラには走行のリーチも刺さるから、そうすんでゲージも持ってなくても本体強いから特に困んないし、相手にはゲージを渡しちゃえばいい。でこうやってね突き晒したらひたすら拾う。よいしょ。あ
まり言うことないから、はい、これ以上喋ることがないです。かといってね、世間話をするとね、うん、今度響の A パンをミスる可能性が出てくるっていうね、そうそうそう、ジレンマよ。ミキさんも喋ってるから N 弱行こう前に入っちゃってたけどね、今 N 弱じゃないぞ。もうね、もうね、癖になってんだよ。一発受けたらバーストっていうね。あーダメか、危ねえよ。もうちょっと攻め込んでみればトンをする始末。響きの良くないところ、いやいけ、はい、空中かられていく、うわー、はい、燃える、ガード漏れちゃったか。あーダメか、はい、あー、はい、うーん、どうしよう。映画面白くない、ぶっちゃけて言うけど2本やりたくねえ今日の動画。もうこれ1本でいいんじゃねえか。ダメか、動画しか半端ないことになりそうだ。うわー、裏回った。おい、もう1本やんの。これ先生の罰ゲームだろ。いや俺はいいよ、別にアギト使ってくれるならいいよ。全キャラ共通でね、あの裏回りはほぼガーフだから、唯一どうしようもないところだ。バグっていうか調整ミスで、はい、あぶね、はい、あー持ってかれた。いやーだー、ゲージ破壊しよう。やだこれ、そんなのか得なのかわかんねえ。はい、まあまあ、うら、はい、よし、いやー、はい、やっちったー、どうすっかなー、うわー、ほい、そりゃこっちで立ち回ろう。そっちで来る、じゃあこっちで行こう。なあ、なるほどね。ああ捕まっちゃうよね。まだ生きてる。はい。うん、あとワンパン。もういい加減言ってくれ。もうだるい。はい。ウィナー。シュッ。ラウンド。はい。はい、ちょっとピンクの響きに変えてきた。まあもうちょっとねしんどい。響きマゼンタだね。うん、あー届かないか。ダメか。いってー、あーそれが強い。うん、あーきつい。やっぱこいつの方が強いな。危なかったね。危なかった、飛んどいて正解だった。ゲージ1個無駄にしたけど、いやでもあの距離じゃないと危なかったよ。あ間違いないよ。ふっ、あ危ないね。ふいふい、ああくそ、置き攻めに勝てない。いやー、まあ、置き攻めに勝つ必要もないと。っていうかなんでそんなランク低いの選んだ。いや、ちょっとさっきのとは比にならないんじゃねえか。まあ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 、やってみなきゃね、わからないこともある、うん、好奇心の。さあこれじゃディケイドの動画になってしまう。義務響きが来た。これは受けた方がいい。ダメか、ここは吐こう。あー変なの取っちまったよ、危ねえ。くそ、お前がなんか騒ぐから。やっぱ嘘こねたじゃねえかよ。いいや、あはい、よっしゃ、ガークラさせて。はい、あーぶねえ、マジか。
普通に負けちゃったよ。ラウンド3。もうでもさっきの対戦引っ張ってんな俺。ああ負けた。久々に見た。これこそゲージ無駄にしちまったよ。届け。届かないか。下がるよそりゃ。まあそうだよな。うん、痛い。くそ、こうなると強いけど、やはりディケイドが強すぎて響きを出すあれがない痛い。まあでも本当に響き使うならこれが最適解なんだけどね。響きディケイドが一番でしょ。これ以外のタイプはね、もう本体使えばよくねっていう問題になるから。それは間違いないね。ハイズと響きだけはね、ディケイドで使う方がもはや強い。はい、くぐって、まだまだ、あーあー温泉にでも使った。気持ちよさそうだ。うーん、あぶれしてね。動画時間的にもね、あの前半戦でかなり時間使っちゃったからね、ここ響きでじっくり待ってたらね、とんでもない時間になってしまうな。いやでもなー、ディケイドの方もそうなんだよね。でも響きの動画なんだよねこれ。そう、響きの動画なんだよ。でも ディケイドも響きみたいなもんだから、音ギック持って、まあね、まあディケイドも実際問題ね、響きと組むのが一番相性いいから、ね、まあまあまあそう、まあ、今ファイズでもいい感はあるけど、ああダメか、壁が近かったか。うーん、動画時間のためにもなんとかここで勝ちたい。もう俺は疲れた。響き戦によって、あー飛ばせないよねー、はい、しかも電車も消える、嬉しい。フォームチェンジディケイドのいいところ、別に超筆使ってもできなくなるのファイナルライドだけだから。そうね、ここがむしろ響きの一番見せどころではあるけど、なるのかっていう話。うん、このままの方が強いんじゃないかっていうお話なんだよね。空室あと好きないのやっぱ強いな。